はい、こんばんは、ゴンチャンネルです。2月25日のもう夕方、もう外はね、暗くなってきてるんだけど、今日はね、なんかずっと雨でね、なんか今も外を見てみたけど、どよんとした感じでね、なんか早く春が来ないかなって思いますね。昨日、一昨日あった報道のやつなんだけど、飲酒運転でバイクと衝突、男性死亡、バイク側の信号は青、東京新宿。これ記事読むとさ、23日東京新宿の交差点で飲酒運転した男の車が原付バイクと衝突し、バイクの男性が死亡した事故で、当時交差点の信号がバイクの通行が優先される青だったことが分かりました。警視庁によりますと、無職の伊藤康介容疑者は23日酒の影響で正常な運転ができない状態で車を運転し、新宿の交差点で原付バイクと衝突し、バイクを運転していた安田元さんを死亡させた疑いが持たれています。伊藤容疑者の車が右折した際、直進してきた原付バイクと衝突したということですが、捜査関係者への取材で、当時交差点の信号は直進中のバイクが優先される青だったことが分かりました。伊藤容疑者の呼気からは基準値のおおよそ3倍のアルコールが検出され、不注意だったと話しているということで、警視庁は当時の状況を詳しく調べています。飲むことは飲んでハンドル握ること自体が不注意なんですよね。なんか見覚えがある景色だなと思ってさ、 Google マップで見てみたら、まあ僕福岡に住んでるんだけどさ、まあ地方の人と新宿って言ったら、やっぱあのバスター、新宿バスターバスターミナルはちょこちょこ利用するんでね、あの新宿バスターミナルがある新宿南口の通りを、東の方にね、まあ何百メーターか走ったところの交差点が事故現場でした。あんな交通量が多いね、まあ事故があったのは昼間らしいけど、なんか危険運転の場合は、まあ全般的にね、あの交通事故での過失とかいうことになるとね、まあ殺人罪適用みたいな年数刑務所に入るわけでもなくね、亡くなった人の方はね、まあモータリゼーションがあるがゆえの犠牲っていう風に取られちゃうんですよね。だって他人からよ、命取られて過失のある方がね、10年刑務所に入ったとしてもさ、死んだ人が生き返るわけもなしね。遺族はね、もうね、この安田さんっていう方に子供さんがおられたらさ、お父さん返してよとかさ、まあお父さんお母さんがまだご存命ならさ、うちの息子返してくださいよっていうのが、まあ切なるさ、唯一の願いでさ、亡くなってしまったらもうそれね、泣こうがわめこうがそれはできないっていうことでしょ。最近ね、バイクだ話で、まあバイクの事故関連を扱うことの頻度は減ったんだけど、これからまた3月4月桜の咲く頃とかさ、夏の暑い時期とかさ、今日も明日も、あ、またバイク事故かっていうことがね、結構あるんですよね。で、去年一昨年ぐらいからね、まあ僕バイクの事故関係をね中止してるんですよね、コロナ禍で。他の交通機関は動くのがね少なくなっているのに、なぜかな、道路が空いたせいかさ、コロナ禍でバイクの事故が増えたみたいな記事を見かけたりしてね、ああやっぱりバイクってそういう風なちょっと特殊な乗り物なんだなと思ったりね、いろいろ思うことはあるんですよね。まあ事故ってね、絶対ない方がいいんですよね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。